まるまるって知ってる？プレイしていきます。これこれほえ俺花子さんって知ってる？八尺様って知ってる？キサラギ駅って知ってる？くねくねさんって知ってる？鹿島さんって知ってる？何それ？あのね、ホラー作品って、最初の方のシーンで、〇〇って知ってる？っていうセリフが出てくること多いですよね。で、この後主人公が何か恐ろしい目に遭うっていう展開、結末、多いですよね。まあ確かに割合としては多いかね。ねえ、知ってる？カバの汗ってピンク色なんだよって言ってくる作品とか。本作にはプレイヤーであるあなたとは別に、主人公のキャラクターが存在します。あなたは主人公や主人公の友人キャラクターのセリフを選択して、この作品がホラーゲームにならないように導いてください。はい。わかったような、わからないような。で、これ、あれをね、意識してないだけで、普段やってることと変わらないよね。多分だけど、主人公がバッドエンドにならないように導いてあげるっていう。あなたが守る主人公は高校2年生17歳の女の子。名前は主人公。お、わかりやすいね。学校での友達のとも子に〇〇って知ってる？と言われるところからスタート。ホラーゲームにならない選択肢を選んで安全なエンドを迎えてください。ハッピーっていうか、まあ、とりあえずノーマルエンドに行きゃいいってことね。複雑なルート分岐が苦手な方でも大丈夫。間違った選択肢を選べば割と早めにゲームオーバーになるのでご安心ください。ああ、これ割とあるね。なんかこう、どんどんこう選択肢を選んで、ツリー構造になっててさ、最初の方に選んだ選択肢で絶対にハッピーにいけない選択肢が終盤になって出てくるとかあるからさ。あれね、結構ね、回収する上で困るんだよね。まあ、それそれで楽しいんだけどね。それではどうぞ。ここで一度セーブしておくことをお勧めします。従う義理はないね。大丈夫。いきなりノーマルエンド行くから。ハッピーって言えないから、なんともな。ねえ、主人公。いきなり選択肢か。本当にだな。A 太くんって知ってる？ B 子さんって知ってる？ちょっと待って、いきなりめちゃくちゃ困る質問来たぞ、これ。じゃねえ、これ。A 太くんって知ってる？ B 子さんって知ってる？これ、A か B かの違いでしょ？二択？これは、変わらないかな？ルートが。ホラーの定石としてはね、まあ、その、私の感覚なんだけど、貞子しかり、かや子しかり、花子さんしかり、口裂け女しかり、女性のお化け、霊が多い気がするのよ。これ本当に私の感覚で申し訳ないんだけど、当然あの男性の霊とかの作品もあるんだけど、ってなると、B 子さんの方を選ぶとホラー展開になるんじゃないかなっていう推理をちょっとしてみた。こういうのとはちょっと違うのかな、システム上。A 太くんだから選びはノーマルに行く。と、私は読んだ。ファイナルアンサーかと聞かれたら結構困るんだが、これっつってんのか。A 太くんって知ってる？と聞かれました。主人公は何と答えますか？ A 太くんのことは、知ってるよ？知らないな。え、これどういうこと？知ってるよって答えると、そのまま終わる。あ、でも知らないなって答えると、その、エータさんは、何々すると、何々になるんだよっていう、その、ホラー展開になる気もする。それこそプロローグであった、あのねに続く感じ？これ？知ってるよ？
こういう場合、主人公が知らないと答えることによって、〇〇っていうのはね、と説明されて、その後それが現実になるという展開が多いんだよね。あ、これ私のね、思った通り。てか、あなたのセリフがあるんだ。っていうと、ちょっと待って。A 子さんを導く存在のあなたの導く存在が私なのか。なるほど。では、私を導く存在は誰だ？最初から知っている設定でいた方がホラーにならずに済むかもしれない。あ、わかったわかったわかった。システムがなんとなくわかったわかった。知ってるよ。エータ君っていうのは確か、誰？近所にいる小学生だよね。隣のクラスのイケメン君だよね。知ってるけど教えてあげなーい。え？ちょっと待て。わかったっつってもやっぱわかんねえな。え、これはホラーの定石、その鉄板としてはどれを選ぶべきなんだ？違う、選ばないべきなんだ。だよね。近所にいる小学生、隣のクラスのイケメンくん。はいはい、知ってるけど教えてあげないが一番そのまま話が終わりそうな気もするね。だけど、最近は、対象年齢とかセロ的にさ、子供はね、あんまホラー作品出せないんじゃないかなっていう気がするんだよね。いや、まあ、ホラーはいけるか。いや、どうしようかな。イケメン？知ってるけど知らない。もう小学生。子供ならと思ったけど、子供の例も結構いるんだよね。としおくんみたいな。これ？は？小学生？え、違うの？違うよ。私が言ってるのは隣のクラスのイケメンくんのこと。そうなんだ。誰よ、小学生のエータくんって。え？あ、あれ？どうしたの？主人公。なんかちょっと不穏じゃない？無意識に口走った近所の小学生って、誰？誰のことだかわからないけど、私、確かにエータくんという小学生の男の子を知ってる。まずい、これはまずいぞ、この展開はまずいぞ。どういうこと？誰だかわからないのに、どうして知ってるの？どこかで会ったことがある。主人公のこういう心の声ってだいたいやばくない？なんか嫌な予感しかしないんだけど、同じこと思ってるね、あなたさん。それでもシナリオは進みます。シーンは変わって次は主人公の夢の中の世界です。あ、続くんだ。ここは夢の中。私は今眠っている。間違いなく眠っている。明晰夢か何か。ねえ。え？振り返る、主人公。そこにはサッカーボールを持って佇む小学生の男の子の姿。何？あれ？この夢、過去にも何度か見たことがあるような気がする。確かこの子は、この後何か大事なこと、あ、でもなんか展開的にちょっとホラーじゃなそうな気がする。ねえ、お姉ちゃん。もし現実の世界でも僕を思い出してしまったらね。お姉ちゃん、はい、つみー。あ、終わった。ここが運なのかは、ちょっと気になる。あ、ちなみに、やっぱりセーブはしました。リーコさん、知らない。あのね、リーコさん、これもいきなり知らないなのか。夜道で一人、で歩いてると後ろから髪の長い女の人が話しかけてきて、自分が一番言われたくないことを言われて殺されるんだって。もう済んだな。え、何それ。ま、ただの噂だけどね。もうともかくば、そんなのし小学生だって信じないよ。ねえ、それよりコンビニの新作のお菓子のさ。教室での会話は終わってしまいました。もちろんこの後は場面が変わって主人公が夜道を歩くことになりますね。さて、ああ遅くなっちゃったな。今夜道歩いてるな。ずいぶん説明書だな。ねえ、え？振り返る主人公。そこには髪の長い少しうつむいた若い女性の姿。あ、あの何か。後ろから髪の長い女の人が話しかけてきて、自分が今一番言われたくないことを言われて殺されるんだって。まさか、これって。ねえ、
あなたって。主人公なのに、名前が雑よね。気にしてたんだ。平太くんのことを、もうせっかくだから回収していこうか、知らないなにすると？どれ？知らない。あのね、平太くんっていうのは、夜道を一人で歩いてると、後ろから小学生の男の子が話しかけてきて、自分が今一番言われたくないことを言われて殺されるんだって、さっきとあんまパターン変わんなくねえか。ま、ただの嘘だけどね。また新作のお菓子の話か。ああ、遅くなっちゃったな。今夜道歩いてるな。さて、コメントは変わらないかな？一番言われたくないことは、名前が雑だということ。ねえ、お姉ちゃんって。主人公なのに、プレイヤーキャラクターじゃないんだね。さて、問題の選択肢に戻ってきたぞ。隣のクラスのイケメンくん、知ってるけど教えてあげなーい。これはどうかな？知ってるけど教えてあげないにすると、え？本当は知らないんでしょ？って言って説明する可能性はあるよね。イケメンくんが本当にエータって名前なのかは知らんが。イケメンくんかな？アンパイは。これ？あれ？ここでイケメンを選んでおけば、ホラーじゃなくて学園恋愛シミュレーションゲームになるのか？それはないね。よし、主人公、頑張って恋愛ゲームに持っていくぞ。そうそう。学校一のイケメンのあのエータくん。実は私、エータくん。このパターンか。方向性が定まってきたようですが、次はトモコのセリフを選んでください。主人公じゃねえや。トモコが聞いたやばい噂とは。夜な夜な学校の屋上で自殺を図っているって。美人オイルと同棲してるって。あ、したのはね、ただのスキャンダルというか、まあ、うん、まあ、下が安牌か。上はだって、ねえ。でもなんか、毎回、毎日夜に自殺を図ってるっていうのは、ギャグ路線に行く可能性もゼロではないよな。でも下の方が一応安全な気がする。これも安全ではないけどな。これ？え？何よその話。だから噂だって、はっきりした目撃談も何でもないから、本当にただの噂。あなたのコメントがないって、これまずいパターン。でも火のないところにって言うでしょ？噂が立つようなこと、何かしてるんじゃないかなってね。そんなの知ったところでどうするの？面白いじゃん。あっそ、やじむか。今のところホラー的な展開にはなってないな。これは、いや、恋愛ゲームには寄ってないんじゃないか。ここで場面は変わって、主人公は一人で夜道を歩きますね。夜道？夜道に来るって、またいい。お前は知りすぎたって言われるパターンかなと思ったけど、BGM 的にギャグの路線だな。あれは、主人公の視線の先には、今日話題に出たばかりのエータ君の姿が。そして、隣を歩いているのは、誰だ？なんと隣には、トモコの言っていた通り、美人 OL 風の女性が並んで歩いているではないですか。え？まさかあの人が噂されている同棲中の美人 OL？ こんな夜に二人でどこに行くんだろう？あ、やば。じろじろ見ていたら、エータ君が主人公に気づいてしまったようです。エータ君は目で何かを訴えているようです。よくわからないけど、なんか無視しろって言ってる感じなのは、なんとなくわかる。エータ君は、主人公のことを知ってるのか？念を押された、やっぱり見ちゃいけないところだったのかな？そりゃそうだよね。すでに噂になってるのに、こんなところで同じ学校の人に見られたら、エータ君だって困るよね。気づかなかったふりをして通り過ぎよう。わかったよという顔でうなずくと、安心したように息をつく。エータ君の横で女性が急に立ち止まって、おろおろと地面を見渡しながら声を上げました。やだ、指輪落としちゃった。暗くて全然見つからないわ。大事な指輪なのに、どうしよう。今にも泣き出しそうなほど困った様子の女性に、ひるんでいた主人公の視界の端に、キラリと光る何かが転がり込んだ。あ、指輪ってこれじゃない？
気づかないふりをすると決めたものの、こんな状況では女性に指輪を渡してあげるしかないだろう。主人公は指輪を拾い上げると、女性の方へとかけていった。選択肢出ないか、これは触らぬ神になんとやらで、私触るつもりはなかったんだけど。あ、バカ。これじゃないですか？主人公が声をかけると、女性はにやりと笑ってこう言った。あなた、私が見えるのね。あー。え？ホラーになりやがった。だからむしろって言ったのに。